R-4D は、エアロジェットロケットダイン社が開発し、製造している水力 500N 級の2液式、ロケットエンジンである。アポロ宇宙船の機械船及び月着陸船の、姿勢制御用途を目的として1ユニットあたり4機クラスタで、開発され、アポロ計画では、K469 機のエンジンが飛行した。その後、静止衛星の需要増加に伴い、 静止軌道投入用のアポジキックエンジンとして改良が行われた。R-4D-10 がアメリカ海軍の静止軍事通信衛星リーサットに採用されたのをはじめとし、数多くの静止衛星バスに採用されており、多くの軌道投入実績を持つ。また、ハムヨーアッパーステージヤブスのメインエンジンや国際宇宙ステーションへの補給機のエンジンとしても用いられている。 2014年12月には R-4D-15 ハイパフォーマンスアポゲー、スラスターを使い、静止軌道へ投入するアポジエンジンとして100回目の成功を収めたことが発表された。R-4D ファミリーは過去50年間で100%の成功率を保持している。2014年半ばまでに約850機以上が製造されている。なお、 最新型の R-4D-15 ヒーポートはアポロ時代の R-4D と比べると約20%性能が向上している。圧走式サイクルの2液式、ロケットエンジンで燃料としてモノメチルヒドラジン、酸化剤として1酸化窒素を3%添加した4酸化二窒素を採用している。エロージェットロキトディン。 セレブレーツハンドレスハイパフォーマンスアポゲー、スラスターフライトエロージェットロキトディン httpwww.roket.com アーティクルエロージェットロキトディンセレブレーツハンドレスハイパフォーマンスアポゲースラスターフライト2014年12月7日閲覧エロージェットデリバーズハンドレスヒーポットスラスター エロージェットロキトディン、httpwww.roket.com、アーティクル、エロージェットデリバーズハンドレッスヒーポート、スラスター2014年12月7日閲覧。エロージェットプリプルションヘルプス、デリバーアストロノートケアパキジス。 エロージェット、http コロンスラッシュスラッシュ www.aerojet.com スラッシュ news2.php アクションイコールフルニズ &id イコール3172012年4月8日、閲覧。ありがとうございます。